ありがとうございます。今日やりたいことは画面見てもらったら分かると思うんだけど、まあ、リトバスでこの上の6匹のパーティー、リオル、ワシボン、デスマス、ダルマッカ、チョンチ、ウソちゃんの6体のパーティー使って、なんとね、これ勝率7割を叩き出してるんですよ。でこいつらで勝率7割叩き出せるんだったら、まあ、全部進化させたら勝率777割いくんじゃないかってことで、全部進化させたパーティーを組みました。まあ、ただ、まあ、このデスバーンだけは、本当はね、このデスマスからはデスカーンに進化するんだけど、なんかおしゃぶりたかったんで、まあ、デスバーンで使ってるって感じなんで、まあ、早速対戦の方までどうぞ。まあ、負けるわけないんでね。負けるわけないんだよ。もう全、まあ、パワー、あの、進化してるんで、全ポケモン。強さ10倍になってるから。いけると思うんで。あざす。ここ最近動画投稿頻度がめちゃくちゃ落ちてたんだけど、まあ、今まではね、週7本投稿、ほぼ毎日投稿レベルで投稿して活動してたんだけど、ここ最近は、ま、週4本とか5本しか投稿しないようになった理由に関して、まあ、めんどくさかった。って言ったら、ま、そこで終わりで、まあ、理由はね、大きく分けて、ま、2つあるんだけど、まあ、1つ目が、まあ、普通のランクマ対戦のモチベがね、いまいち上がらなかったと。まあ、ただ、適当に対戦してたら、まあ、この動画撮ってるのが8月27日なんだけど、なんか思ったより順位上がってきたんで、まあ、だんだんモチベも回復してきたって感じですね。ちょ、先に進出するか。こう相手のパーティー、エースバーンのスカーフトンボ返りか、ウーラオスのスカーフトンボ返りから、まあ、カバルゾンとかに繋いで、ラスト大魔突撃で抜いてくるパーティーだと思うから、まあ、スカーフだったら、エースバーンでも、まあ、ウーラオスでもランターンで有利取れるんで、まあ、初手ランターン置いて、まあ、裏、カバルゾンのあくびとかケアできるラムウォーグル、まあ、ラストタスキ持っててなんやかんやいけるルカリオ、これでいこうと思います。よろしくお願いします。で、まあ、もう一つの、まあ、動画投稿してなかった理由が、まあ、最近引っ越し作業やってて、まあ、インターネットの手続きとかもやってたんで、なんか思ったより、そっちの方にね、めちゃくちゃ時間取られちゃって、動画投稿とか、配信活動が、ま、できなかったってのが、まあ、理由の二つ目ですね。で、連撃のウーラオスで、まあ、最近の連撃ウーラオス、タスキかハチマキしかいない、あ、タスキかこだわりスカーフ型しかいないって聞いてるんで、まあ、だったら相手のウーラオスの攻撃は何が飛んできてもランターン耐えると思うんで、ボルチェンから入りますが、まあ、ウーラオスはね、特防種族値が60しかないんで、ランタンごときのボルチェンでもいいダメージ入る。あー、エルフン下げか。あ、まあ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 、これボルチェンから、まあ、ウォーグルにつなげばエルフンは処理できるんだけど、まあ、エルフンの型によるんだよな。なんか身代わり連打とかされて、こっちのウォーグルの大魔ターン枯らされたりしたらめんどくさいし、これランターンとルカリオだから、ウォーグルに大魔切るのが、まあ、一番強いと思ってるから、まあ、ここ大魔して大ジェットぶちかましたいんだけど、身代わり、ま、身代わりされるときついと。さ、あとね、めちゃくちゃ腰痛いんだよね、今。いや、引っ越しして、まあ、荷物とかも、まあ、新居の方にやっと運んだんだよね。家借りて2ヶ月半ぐらい経ってたんだけど、計画性がない尺的すぎて、まあ、家借りて2ヶ月半してやっと引っ越しをほぼ完全に終わらせるっていう。ただ、パソコンとか持ってきたんだけど、まあ、パソコンのディスクとかないから、まあ、パソコン床に置いて今動画撮ってるんですよ。写真載せとくか、写真。いや、そのせいで腰がめちゃくちゃ痛くて、どんな劣悪な環境の中でも寝れる僕でも、公園とかでもね、余裕で寝れるんだけど、寝れた経験があるんだけど、ただパソコンだけは床に座りながら、ちょっといじるのはマジできついっていう。今までずっと椅子に座っていじってきたからな。おい風。まあ、おい風か。てか、育ちいいんで僕。みんな知らないかもしれないですけど、僕育ちいいんで、あぐらかけないんですよね。あぐら。あぐらっていうのかな。お父さん座りっていうのかな。ちょ、どっちって言った方が、まあ、伝わりやすいのかわかんないけど、まあ、この2パターン以外の聞き方知らないんで、まあ、伝わってると思います。あの座り方めちゃくちゃ苦手で、足あれめっちゃ痛くなら、股関節もさ、なんか広げないといけないからさ、体が硬いワイにとってはあの座り方苦痛なんだけど、足のくるぶしと股関節がめっちゃ痛くなって、まあ、きついっていう。で、正座するにしても、まあ、正座は正座できついから、まあ、どうしようもないっていうね。まあ、早く PC デスクが来ることを、まあ、祈っております。相手のエースバン大増してくる。ワシボンじゃなかった、ウォーグルで一回ダイマックス、あ、ダイジェット積んでるんだけど、まあ、相手追い風してるんで、まあ、相手のエースバーンの方が早い。あー、ライシルはいい技持ってるなー。まあ、ダイシル読めてるんだったらダイラックルとか、
打てばよかったけど、まあさすがに大手で持ってる前提で動くのは、まあ、リスク高いっていうか、これ弾ですね、半分入ってるんで。弾、まあ、でこれダイジェット2回積んだんだけど、まあ、ダイジェット2回積んだっていうか、まあダイアタックで相手のエースバーンの素早さを下げるから、まあ実質2回積んだのと一緒なんだけど、これはまだ相手のエースバーンの方が早いんだよな。大魔ターン枯らしに行きたいんで、まあ、一回大ウォールから入りやして、大ジェット、はいはいはい、いや大シルで防御一回上げられてるのがきついんだけど、まあ、裏にタスキルカリオいるから、まあ、大ジェット積んだエースバーンに対する切り返しはできるんだけど、まあ、ここはウォーグルいらないんで適当に死んでもらってどっちのが強いんだろうな、ウォーグルとワシボン。ワシボンだと相手のエースバーンもっと削れてたって考えると、ワシボンの方が強かった可能性あるよね。いやでもワシボンだったらそもそも大シルで死んでただろうから、あれか、まだ進化系のウォーグルの方がまあいけてるか。でここルカリオ投げて、いやここタク、いやここタクで、何がタクかって相手はカウンターを読んでくるかどうかで、カウンター呼びの行動を相手がしてくる場合、取ってくる行動がまあ3パターンあって、アイアンヘッドで1回こづいてくる、飛び跳ねるで麻痺ワンチャンにかける、ウーラオスに下げる、ウーラオスに下げて、まあ、ウーラオスルカリオのインファ神速ぐらいだったら耐えるんで、あ、まあ普通に突っ込んでくるパターンか。まあ、ウーラオスに相手が引いてきた場合は、ああかわしていき、かわしていき、耐えられるよないやここさ神速に合わせてウーラオス出されるとさ、ちょっときついんだけど、神速打つか。でもまあ、ウーラオス出てきたら、相手のウーラオス多分スカーウラと思うんだよな。ヒヒダルマ入りにしょって出てきてたし、神速し。まあ、だから、まあ、水流連動読みで、ランタンに下げて、そこからボルチンでまた引っかき回そうかなと思ったけど、まあ、これは多分勝ったと思うけどな。まあ、ルカリオの助けは水流連打で潰されるんだけど、まあ、ルカリオの神速で、相手のウーラオスの助けの可能性を潰して、ラス1ランタンの放電で、ウーラオス潰せば勝つ。まずいねえ、これあ、ビルド、あ、まあ相手からしたらウーラオスにビルドあるから、エースバーン切ってウーラオスでビルド積んでルカリを起点にしたればいいみたいな、まあそういう考えだったのか。いやこれさ、神速打っても、てかもう一回ビルド積まれるとインファでランタン貫かれて負けらんだよね。ウーラオスの HP は無振りで175で、まあちょっと削れてるんで、まあ多分残り HP130 とかそれぐらいになってるはずだから、まあ命がけでいけると思うんだよな。ビルドしてこい、ビルドしてこい、ビルドしてこい、ここビルドしてこい、いやもう一回ビルドしてこい、もう一回ビルドしてこい。いや個人的にはもうここ普通に水流連打で突っ込まれると、まあランタンがウーラオスの、オッケー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 、いやこれ落ちるっしょこれ、命がけ決まっていき、気持ちよくなっていき。相手もねビルド2連で気持ちよくなろうとしたけど、まあそれよりもこっちの方が相手のビルド読みで命がけ打つことでさらに気持ちよくなるっていう。大変ありがとうございました。まあ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 、リオルよりは、まあ多分ルカリオの方が強いわ。まあ、当たり前なんだけどね。はい、引き続き対戦していきたいと思います。てか、もしかすると、声が響いてるかもしれない。引っ越したばっかで、まあ荷物がなんもなくて、まあ、ベッドしか置いてないんだよね。まあだから、部屋に家具とかなかったら声反響するっていうから、まあ、もしかしたら聞きづらい。聞きづらい声になってるかもしれないけど、まあ、それはちょっと勘弁していただければなということを、まあ、動画が始まってから、まあ、8分以上経ったタイミングで言うっていう。でまあ、これは、まあ、相手カバルドンから入ってくるとめんどくさいんで、まあ、ヒヒダルマで圧かけつつ、まあ、ロトム投影機室に強そうな、まあ、ランターン投げて、まあ、デスバーン出したいんだよね。デスバーン出して気持ちよくなりたいんだけど、まあ、エースバーンとかホルードに対してはデスバーン結構いけそうなんで、この戦術にしました。まあ、本当はウソッキーも、まあ、戦術に絡めて、まあ、全戦術、6匹全戦術したかったんだけど、ウソッキーは、まあ、完全にウソアチをそのまま進化させた個体と一緒だから、まあ、まあまあまあ、ウソッキーの方が強いんで、まあ、そこはちょっとご了承いただければなと思います。相手の初手が何かだけど、カバルドの読みなんだけど、あ、ロトムか。あー、まあ、これ、ランタンで水ロトムは完封できるんだけど、まあ、トンボ返りを打つかどうかなんだよね。まあ、ヒヒダルマ、スカーフ持ってるんだけど、まあ、意地っ張りで使ってる関係で、相手のロトムもスカーフだった場合、相手のロトムが早く動いてくる可能性が高いんだよね。まあ、その場合、鬼火入れられると、まだヒヒダルマが腐っちゃうんだけど、まあ、ここ相手のロトムに対してトンボ返りを入れることでダメージを稼ぎときたいっていう欲もある。まあ、欲もあるけど、
邪魔いるかここ、まあ、トンボ撃つわ。鬼火飛んできたら気合でかわす。トンボ帰り撃ち、あ、オッケー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 。スカーフではなさそう。ロトムってランタンにやることないっしょ。でヒヒダルマロトム対面、ロトムは、まあ、ヒヒダルマのバカ力とか考えると、まあ、悪巧みから入れないと思うから、まあ、ランタン投げて、あ、オッケー、気持ちいい。電気技効かねえ。残飯ロトムは悪巧み型か、鬼火のどっちかだと思うけど、これ引いてくるかな、まあ、地面タイプ2体いるから、電気技打ちづらいんだよな。まあ、ロトムに通る技は電気技なんだけど、じゃあマジシャン打つか。ロトム、悪巧みゴリ押しボンバー。はいはいはい。いやでも悪巧み積んだところで、ロトムじゃランタン押せないからね。まあ、チョンチーは押せる。まあ、ロトムだったら、チョンチーは押せるけど、まあ、ランタンは押せない。しかもこいつ、突撃直機持ってるから特防も高いしね。まあ、一回悪巧みしてきたってことは、いやだよな、突っ込んでくるってことなんで、まあ、これは、まあ、全然効かないと思うけどね。まあ、言うて。えいーほんてぃーいや、このパーティーさ、使って動画撮り始めて、まあ、本当はなんか5000円ぐらいから使い始めたんだけど、なんか思ったより勝ってて草生えるわ。ボルトチェンジで。ロトム引っ込めた。え、待って、ここさ、相手の立ち回り、えろまあ、ロトムで悪巧み一回積んで、まあ、C に何か上がったロトムって、まあ、交代しづらいから突っ張ってくれるという、意識を対戦相手に植え付けて、電気技誘って、カバルドンに引くっていう。相手の立ち回りマジエロいんだけど。まあ、これは熱湯で。相手のカバルドンがやってくることは、まあ、ステロかアクビか地震なんだけど、ちょ、燃やさないかな。いや、燃やしたら地震撃たれたとしても、ケア効いてるんで、あ、ケア効きました。これ地震ケアよ、地震ケアの熱湯なんで。あ、ステロか。まあまあまあ、ステロ撃ってくるんだったら、あんま変わんなかったんで、わあ、これランタン大魔させようかな。お盆かな。あー、これランタン大魔させるか。熱湯であんだけダメージ入ってたってことは、まあ、お盆で回復したっつっても、まあ、大ストリームで飛ぶはずなんで、熱湯の 1.5 倍以上の火力が、まあ、大ストリームで出るはずなんで、大ストリーム打ちますか。先日さ、サブチャンで、なんか社会不適合者うんぬんみたいな動画を上げて、まあ、その社会不適合者について話すときに、まあ、いちいち社会不適合者とか言うのめんどくさいじゃん。社会不適合者、社会不適合者、社会不適合者、社会不適合者。まあ、意外と言いにくいワードなんだよね。まあ、だから、まあ、よく社会不適合者のことを略して社不適って言うんだけど、まあ、それをさ、動画内で使ってたら社不適って何ってめっちゃ突っ込まれたんだけど、意外となんかメジャーワードじゃないの。当たり前に通じるものとしてさ、まあ、女子高生を JK って略す、まあ、JK って言ったらもうな、周知じゃん、もう。意味わかるじゃん、みんな。その感覚で使ってたんだけど、意外とってか、めちゃくちゃ、あの、僕の動画でなんかその初めて、社不適ってワード聞きましたみたいな、まあ、コメントあったりしてね、びっくりしましたね。まあ、通じてる人には通じてるんだけどね。いや、多分通じてるやつは、まあ、そのワードを理解してるやつは、多分そっち側の人間なんで、まあ、そういうことなんだろうなと思いますね。まあ、一応言葉は濁させて言わせてもらいましたけど、うん。まあ、あれ、少し前にあった、まあ、陽キャ陰キャ論争と同じで、まあ、なんか陰キャっていう、ワード使ってるのは、まあ、陰キャだけみたいな、それと同じ、まあ、このワードを使ってるのはそういう属性の人だけってことで、相手のロトム身代わり持ってたのちょっとめんどくさいな。大魔ターン枯らされるんで、相手のラス位置が何かなんだよな。まあ、ロトムはランタンで処理できるんだけど、まあ、相手のラス位置、まあ、エースバーンっぽいんだけどな。いや、エースバーンだったらデスカーンでいけるはずなんだよね。トゲキッスでした。いや、エースバーンが良かったな。デスバーンの鉄壁をおしゃれにかわして潰したかったわ。あ、待って、トゲキッス結構辛くないこれ。え、待って、ダイジェット2回積まれると、ヒヒダルマン、スカーフヒヒダルマンも抜かれるんだよな。ダイジェットから入ってくるよな、これ。ランタンに対して。ダイフィアリーじゃなくて、多分ダイジェットから入ってくるんだよな、スカーフダルマケアして。いや、マヒラスたら勝ちだから、もう夜はここ、3割で。バグ期待で。まあ、エレキフィールド放電が、まあ、相手のトヨキスに対してどれぐらい入るかだけど。トヨキスもちろん大魔してくる。はい。
個人的にはもうダイフェアリーから入ってきてほしいけど、ロトム倒すこ、ロトムじゃないランタン倒すことをまあせいて、いやさすがにジェットだよな、まあ、これがどれぐらい入るかだけど強くねこれ、弾弾か急所かどっちか、あーピントレンズですかねこれ、もしかして放電、まひれ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 、いやおかしいでしょこれ、だってさ放電でまひる確率 30% じゃん、急所当たる確率って16分の1ですよ、いやおかしくねこれ、まひんないの相手急所当ててきてさ放電でまひんないのこれおかしくない、神様恨むわ、あらら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 ら、大ジェット2回積まれました、これでスカーフヒヒダルマも攻撃室に抜かれました。ここから自分おしゃぶりプレイしていいですか、デスバーンが眠かご型なんだよね、で相手の投撃室の大魔ターンがラス1なんで、まあ、大ジェット受けて、まあ、眠るでデスガンの HP マックスまで回復させてカゴの実で起きて、まあ、相手の投撃室の大魔ターンからして、まあ、シャドクロで詰めていくっていうおしゃぶりプレイかもしれます。大ジェット、まあ、相手ピントレンズ型だと思うんだけど、まあ、これ急所当たったとしても耐えないんだけど、え、待ってこれ急所当たっても耐えると思ってたんだけど、おかしいって、てかピントレンズ持ってても急所当たる確率って 50% なんだよね、 50% ぐらいしかないのに、え、3連急所おかしいってマジ、え、このもうガンシロタマゴちゃんさー、もうもう見たくねえこいつの顔、見たくねえよ、見たくない、まああとでもあと3日4日すればこいつランク馬環境から消えるから、2ヶ月間冠の雪原出るまで牢獄の中にぶち込まれるから、しばらくおとなしくしとけ、さすがに炎技あるよな、まあ、なかったら勝てるんだけど、かわせかわせ、はい、お疲れ様で、お疲れ様でーす、はい、ということで、まあ、今日は、まあ、リトバスのパーティーを全部進化させたら、まあ、ランクまで最強のパーティーになるんじゃないか説をねやってたんだけど、まあ、ルカリオ、ウォーグル、まあ、ヒヒダルマ、ランタン、この4体は、まあ、強かったです、進化系の方が。ただまあ、デスマスは、まあ、デスマスのまんまの方がワンチャン強いということが、まあ、今日の結果で得ることができました。ということでね、引き続き僕の、まあ、普通の対戦動画も、リトバスの対戦シリーズもよろしくお願いします。チャンネル登録、高評価よろお待ちしております。